暗号通貨ニュースをご覧の皆様、こんにちは。ここ1ヶ月ちょっと前からですかね、私も暗号通貨ニュースを再びですね、細かくお送りするようになりました。以前と違って銘柄ごとの私の見識っていうのをね、お届けしてますけど、皆さんいかがお感じでしょうか。基本的にこれは値段が上がって儲かるよっていうのはそのまま儲かってると思います。で、これはちょっと見限ってるんだってやつは、まあね、落ち目のまんまだと思うんですよ。瞬間的に上がることだって、もう全体的にこうダーッとね下がってると思うんですよね。で、そういうふうなね、大きな流れを知ることっていうのが長期で投資を行うときは大事なんですけども、なんせ暗号通貨っていうのはね、歴史がないんで、だから長期で見るってことがなかなかできません。ですので私は単純にドル円 FX の理屈を持ち込んで解説しております。解説がね、甘い部分っていうのはそのまんま私の FX の実力になってきますんで、それは当然だということでございます。で、リスクもね当然ありますんで、なくなってもいいようなお金でトライしていただきたいんですけども、いやーでも面白いですね、暗号通貨ね。人が見放した時にしっこり仕込んどいて、こうやってね、またね流行り出した時に私が徐々に儲けていくと、それこそ毎日のように利益が積み上がってます。まあ、ですんでね、もうみんながね注目しだしたりとか、私の動画にアンチコメントがつき始めたらもう遅いんですよ。違うんですよ、コメントをつけるほどでもないような流行ってない時期に私の動画の再生数がね、もう本当に一桁とかね、10回20回の時が仕込み時なんですよね。私はそういうふうに思ってます。で、今みたいにね再生数がそこそこ安定してくると、まあ100回前後もいかないぐらいの安定ですけどね、そうなってくるともうね遅いんですよね。多くの方が仕込んだ後はもう買えないんですよ。まあ、ですのでこの動画をご覧の皆様、その辺もね勘案していただいて、慎重に売買をしていただければと思います。で、最後にね、ちょっとビットコインのことを申し上げますけども、ビットコインはねちょっと上がると思いますよ。200万とかね、超えちゃうんじゃないですか。また300万とか超えちゃうんじゃないですかね。どうもね、ファンダメンタルはちょっと私はあんまり当てにしませんけども、テクニカルの方である一定の水準を超えたんですよね。で、私はしっかりと仕込んどいてよかったかなと思います。安い時にね、それこそね30万とか50万前後で、これ2回仕込むポイントがあったのと、あと100万になる前にも入れました。97万とか8万ぐらいでね、つい最近のことですよ。で、そこで買っていて、今117万でしょ。もうすでに1ビットあたり20数万円の利益上がってるんですよ。ここが大事ですよ。1ビット買っていて2週間ぐらい経ったら、もうすでにね、軽く月収超える利益を出してるわけですよ。まだまだ上がると思いますからね。120万はもう目の前ですしね、一旦下がるポイントもあると思いますけど、そこでもう一回仕入れます。100万円を超えてる仕入れっていうのは私は初めてですね。100万以下では何回も買ってますけども、100万を超えたら大体売ってたんですけども、今回初めて100万以上の価格で買うことになるかもしれません、ビットコイン。それではいってらっしゃい。